雨なんで、うん、ここ入るから、これ以降は、まあ今はいいけど、うん、これ以降は、ダメ。村上智之だ。皆さんこんにちは。こちらは金富士町の公認 ICU でございます。今日は自民党青年局長小泉進次郎青年局長が本日伊勢沼の大島よりこちらの場所にお伺いをさせていただきます。今日は皆さん7月11日、あの忌まわしき被災から2年と4ヶ月が過ぎようといたしております。この11日をチームイレブンと称し、小泉青年局長、野党自体からこの被災地を必ず11日に被災地に激励、そしてまた訪問していただいております。今日はまもなく小泉進次郎青年局長が参ります。本当に皆さん30分前から40分前からお待ちいただきまして本当にありがとうございます。それではただいまより自由民主党公認 ICGO 街頭演説会を開催させていただきます。まずはじめに自民党宮城県連県連会長衆議院議員伊藤慎太郎会長よりご訴えをさせていただきます。思い出せなかったんですか、顔は分かる。皆さんこんにちは。自由民主党宮城県連会長衆議院議員の伊藤慎太郎でございます。本日は愛知次郎街頭演説会に雨天にもかかわらずこれほど多くの皆さんにお参集賜ったことを深く感謝申し上げたいと思います。私たち自由民主党は力を合わせてこの国を立て直し、震災の復興を加速化し、経済を元気にし、そして外交力、日本の安全保障を取り戻してまいりたいと思います。愛知次郎自由民主党公認候補は12年の実績、確かな実行力、未来を見据えた大きな行動力、何よりも国民一人一人を思う感性、思いやり、それに満ちた我が自由民主党を代表する公認候補でございます。国会の選挙、まさに日本の政治が本当の意味で決められない政治から決める政治に戻れるのか、日本の政治が国民一人一人の幸せ、日本国の誇り、そして日本の未来をもっと力強いものに、もっと幸せなものに取り戻せるのか、その力を今回の選挙でいただけるかどうか、その戦いであります。おかげさまで昨年の12月16日の衆議院総選挙で自由民主党は公明党とともに政権を奪還させていただきました。それから半年を一生懸命国民の期待に応えるために復興を前に進むために努力をさせていただきました。皆さんの目から見ればまだまだまだと思います。今衆議院で全力で作った予算、衆議院で全速力で通した政策法案が残念ながら参議院では
ございます。審議されも伝えないことが多くあります。それは今参議院で議校で過半を持っていないからであります。残念ながら参議院では野党が総理攻略で国民にとって必要な公にとって必要な予算が法案をストップしてしまいます。それを一日も早く中井に政治が本来の役目を果たせるようにしなければなりません。愛知次郎候補は震災復興に命をかけて頑張ってまいりました。被災者のために仮設住宅、みなし仮設住宅の制度を実現してまいりました。震災の後は自ら食べ物を配り炊き出しも行いました。今与党に戻った自民党が政策で予算で政治力でこの復興を本当の意味で被災者の立場で被災地の実情に合わせて推進しなければなりません。そのためには今回の選挙で皆さんの力で自由民主党公明党を力を与えて何とか過半をいただきたいと思います。宮城選挙区においては自由民主党の方若さと実行力愛知次郎候補にぜひとも皆さんのお力をいただきたいと思います。そのことをまず無視でお願い申し上げます。そして全国で我が旧民主党29名のそれぞれのエキスパートを公認させていただいております。どうぞ全国比で29人の旧民主党の公認候補に皆様の全国の力をご支援をいただきたいと思います。そして同時に旧党の公明党についても皆様のご支援を賜りたいと思います。私たちは力を合わせて必ず国民の期待に応えるように復興が1秒でも1分でも早く進むように全力を挙げてまいります。この雨の中お集まりいただいた皆さんの期待に必ずお応えするのが愛知次郎でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ただいまの当選は伊藤慎太郎会長でございました。続きましてご地元衆議院議員土井徹衆議院議員よりご応対をさせていただきます。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました土井徹でございます。今日は自由民主党青年局長小泉進次郎代議士とこの熱い戦いを必死に今戦っております。愛知次郎候補のためにこんなに多くの皆さんに足を止めていただいて本当に幸せだな。何としてもこの戦い勝たねばならない。勝ってこの日本を日本の地域をしっかりと変えていかなければならない、そんな思いです。何よりも皆さん今日は11日先ほど佐々木浩司県議会議員からお話がありました通り3月11日私たちのふるさとこの宮城県はまた東日本一帯が大きな傷を受けました。今その復旧復興に全力を取り組んでおります。今まだ4万8000人の方々が苦しい中で必死に頑張っている。しかし大変残念なことにこの東日本大震災のあの忌まわしい本当に辛いことが日本で忘れ去られているそういう不安を持たれているのも事実であります。しかし私たち自由民主党決して忘れていないんです。
ることを訴えて選挙を戦おうなどという今までのような選挙戦はもうここで不要となさなければなりません。そう思いませんか皆さん。そして何よりも私たち自民党ももっと反省をして謙虚な気持ちで国民の皆さん誰もご期待に応えていかなければなりません。アベノミクス確かに日本の経済気持ち的には明るくなったと言われております。しかしこの地方で頑張っている私たちにはまだその実感が感じることさえできない。しっかりと私たちはそのことを認識しております。昨年12月の総選挙で政権に復帰をさせていただいてまだ6ヶ月、7ヶ月なんです。皆さんこの間必死にやるべきこと政策を総合意義してなんとかこの日本の本当に落ち込んだ経済を立て直していく、このことに全力投球をしてまいりました。これからアベノミクスの本当の政策として国民の皆さんに地方で頑張っていくという皆さん方に示していく、これがこれからなんです。だから皆さん批判ばかりしたってもう前には進まないんです。反対このことばかりやったって日本の経済は良くならないんです。なおかつ地方で頑張っている地方の経済が良くならないんです。やらせてください。IT自動方法を語っていただいて必ず安倍政権の中でこの地方の経済を立て直していく、そのことをぜひ皆さんやらせてください。お願いします。期待してください。期待があるからこそ私たちは必死に取り組めるんです。そしてその取り組む基盤をこの参議院選挙で果たしていただいてぜひ作らせてください。私たちも今まで以上に謙虚にまた今まで以上に国民の皆さん方のお声を聞いてこの地域に必要な経済対策をしっかりとやっていく、このことをお約束をいたします。ぜひよろしくお願いします。